ネレノイハウスは、ドイツの小説家、推理作家、女性、ノルトベストファーレンシュ・ミュンスター生まれ。2009年に、ドイツ全国で発売された刑事、オリバーピアシリーズでベストセラー作家となり、ドイツミステリーの女王と呼ばれている。1967年、ドイツ西部のミュンスターに生まれ、11歳で家族と共に、タウヌス地方に引っ越す。 高校卒業後、大学で法学と、ドイツ文学を学ぶ。在学中、馬術競技で知り合った男性と結婚し、大学を中退。以来、夫の営む、ソーセージ工場の手伝いをしていた。2005年、長編ミステリー小説、サメの群れの中で、を、自費出版。2006年、刑事のオリバー・フォン・ボーデンシュタインとピア・キルヒホフが、タウヌス地方を舞台に活躍する。 警察小説、悪女は自殺しないを自費出版すると続編を求める声が次々と寄せられる。2007年のクリスマスには地元の書店でハリー・ポッターシリーズを超える販売部数を記録。この書店をドイツの老舗ミステリー出版社の営業マンがたまたま訪れてこのことを耳にし、ネレノイハウスの全国デビューが決まった。2009年、 すでに自費出版していた刑事、オリバーピアシリーズの最初の2作が全国で出版され、続いて同シリーズの新作、深い傷が発売されると3作ともベストセラーとなった。2012年の時点でシリーズのドイツ国内での発行部数は200万部を超えており、また20カ国で翻訳出版され国外でも人気を博している。2013年より、 ZDF で、白雪姫には、死んでもらうを皮切りに、森の中に埋めたまでの8作が、タウヌスミステリーシリーズとして、ドラマ化されている。アイネンベリープタフラウモーザフレインダティファベンドン、シュナビッチェンモスステルベンウェアウィンドエスティ、ボザーウルフダイレイベンドンウントダイトテニンワルド、ムータートックゾマーデアバルハイトシュトラーセナーハ、ナーゲンタボタイテンデイスタームズ。ありがとうございます。